動画をご覧いただきありがとうございます。猫Gニュースの猫Gじゃ、子猫丸です。それでは早速話題をご紹介。中国さんが共同の利益を持つ重要な協力パートナーを指名したみたいだね。そうなの？それってやっぱりあの国だよね。そうだね。さすが子猫丸。それでは、中国さんが共同の利益を持つ重要な協力パートナーと言って指名した国についての話題を紹介します。以下引用、中国が北大西洋条約機構NATO首脳会議に出席したた南ちゃんと日本に対して異なる反応を見せた。南ちゃんには共同の利益を持つ重要な協力パートナーと評価した反面、日本には軍国主義の侵略の歴史を真摯に反省すべきと要求した。中国外務省の報道官は1日の定例記者会見で、ある中華圏メディアの記者から韓日首脳の NATO 首脳会議6月29、30日、マドリード出席と岸田文雄首相の欧州東アジア安保不可分発言に対する論評を要求された後、このように評価した。引用終了。本当に指名されとるね。こや、バランサー外交の出番かな？そうだね。というか、そもそも南ちゃんについては味方だと思ったことは猫じいはないのよね。そうだね。有事の際は、状況次第で最速で敵側につきそうな気もするしね。ネットでは誰も損しないウィンウィンやね、扱いやすく調教されてるよな。アメリカてめえやっぱりスパイじゃねえか、真剣に悩む南ちゃんであった。選挙を控えているこの時期に、逆に日本がパートナーなんて言われなくてよかったな。これは与党もホッとしていることだろう。おめでとう。自ら負けフラグを取りに行くスタイル、飼い主は早引き取ってね。あいつらは脅せばまだこちらに来ると思われてるっぽいのが草。などの声がありました。文江さんと状態はなかなか見ていてあれだけど、やっぱり、バランサー外交とかで乗り切るんかな？ところで、日本には軍国主義の侵略の歴史を真摯に反省すべきって言ってるけど、中国さんは領土拡大も軍備拡大も両方やってるよね。そうだよね。日本の周辺国や日本国内もそうだけど、おかしな理屈で、日本に対して難癖つけてくるよね。皆様は、今回の話題についてどう思いますか？コメントやご感想をお待ちしております。コメントは過激な内容はお控えくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画への高評価や、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。これからもこのチャンネルでは気になる話題をご紹介していきますので、引き続きご覧くださいませ。それでは、また見てねー。